中本選手、まずは勝利おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちお聞かせください。はい、まずはコロナで試合を楽しみにしてくださってた皆さんにご心配とご迷惑をおかけしました。復帰戦でしたが、みんなで力を合わせて勝ち切ることができたと思います。はい、その復帰戦、久しぶりの試合となったんですが、チームが好調のように感じます。その要因いかがだと思いますか？やっぱりバレーボールができることは、すいません、全然大丈夫です。チームの好調の要因、中本選手はどこだと感じますか？休み中でも試合のことを考えて、みんなでまとまってたからだと思います。はい、そのまとまりが見れて、今回は接戦の末勝利となりました。アタック出すチームナンバーワン64本。ということで、中本選手、自分のプレー振り返ってみていかがでしょうか？久しぶりの試合で結構緊張してたんですけど、みんなの勝ちたい気持ちっていうのもすごい伝わってきたし、その分トスもたくさん上げて決めろっていう気持ちで上げてくれてたと思うんで、その気持ちを受け取ってしっかり決めきらないといけないなって思いながらプレーしてました。とても見事だったと思います。明日もここ武田手羽で同じ JT マーベラスとの試合が行われます。明日への意気込みお願いいたします。はい、明日もチーム一丸となって誰が出てもいいプレーが出せるように、頑張っていきたいと思います。それでは最後に VTV をご覧のファンの皆様へメッセージお願いいたします。今日は画面越しですが、たくさんの応援ありがとうございました。明日も引き続き頑張りますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。次の試合でもご活躍を期待しています。中本選手に今一度盛大な拍手をお送りください。